デートナインターナショナルスピードウェイはアメリカ合衆国のフロリダ州デートナビーチにあるオーバルトラック。ナスカーの統括するストックカーレースの会場として1959年に作られた。毎年2月にその最高峰クラスのシリーズ開幕戦であるデートナ500、そして独立記念日近辺に行われるナイトレースコーク0400の年2回が開催されている。 デートが24時間レースでも知られる。コースレイアウトコース形状はアメリカでは一般的なトライオーバルだが最大バンク角が31度とナスカーが開催されるトラック中2番目に高いのが特徴。そのためどのターンもほぼアクセル全開で入るというシリーズ屈指の度胸のいるトラックである。アクセル全開状態が長く続くためフロントスリップ、バックスリップとも効きが強い。 誰の前にいて、誰の後ろにつくかを一瞬で判断する必要があり、ミスで孤立してしまうと簡単に5から6台に抜かれるという守備アな点でエキサイティングなレースを演出するトラックである。そのあまりにも高速すぎるトラックゆえ、元のポテンシャルを発揮すると最高速が220マイルパーアワーを超える。これはあまりにも危険なので、リストリクタープレートを装着し吸気制限を行う。 ことで最高速度を 200mph 程度まで引き下げている。それでも超高速の中スリップ、バックスリップを駆使して2列から3列で密集線を繰り広げるため事故確率も高く、一度発生すると重大程度を巻き込む大クラッシュが発生することもある。路面状況は他のトラックに比べると歩く1から2ターンの間にはバンク内に ギャップがあるという凄まじいさであった。そのため、サスペンションセッティングは非常に難しいものとなるが、少し悪くてもスリップで引っ張られ容易に高速状態に突入してしまう性格の悪さを持っていた。しかし2011年に改修工事が行われ路面は全体的にフラットになった。2011年にはにカーパック走行が試されたが、 デートな500史上最多となる16回のフルコースコーションが発生したため2012年には対列走行に戻っている。事故多発地域はフラットなストレートに入る2ターン出口で、ここでは主に接触を起因にしないスピンが多発する。ここでスピンを始めるとバックストレッチイン側のウォールに吸い込まれるようにヒットするためリタイア率が非常に高い。もう一つの難所は、 ファイナルラップのターン4出口である。ターン4、出口までドラフティングで速度を稼ぎ、出口で前に出ようとする車と、それをブロックしようとする車の接触が起こりやすく、リスタートから数周での密集状態で、ファイナルラップを迎えた時に、ここでクラッシュが起こると間違いなく、ビッグワンに発展する。2007年のデートナゴ100では巻き込まれた、ライアン・ニューマンが横転し、 イン側の芝生をルーフで滑走しながらゴールする羽目になったり、2009年のコーク0400では起点となったカイルブッシュが後ろから追突される形で、k c ンに突っ込まれ、ジャンプしながらのゴールとなったりと、まともではないゴールを迎えてしまうこともある。2001年、開幕のデートナ500で7回のチャンピオンに輝いた、デール・アンハート・シニアが最終ラップで、 検守レーダーと絡みクラッシュ、その際160マイルで外側コンクリートウォールに叩きつけられたのが原因で死亡している。この事故以降ほとんどのトラックで外側への干渉板追加などの防護策が取られている。またカーブでの最低速が異常に高いレートナーでは内側コンクリートウォールの一部にも干渉板が取り付けられている。また当時ドライバーからの指示が少なかったハンズデバイスが 義務化されるきっかけになった。このスタードライバーを失った事故を筆頭に、デートナでは延べ34人の犠牲者が出ている。ありがとうございます。